んにちは、大根ファミリーの都市大根と、え、何大根と、生大根と、生大根だよ。え、何これ。今日は何するの。今日は何するの。え、今日はまたまたマクドナルド、ドラえもん。ないと。ないのか。ないの。四次元ポテト置いてきた。なんでなんで四次元ポテト。ポテト。ポテトどこにあるの？四次元ポケットはのび太の机の中だよ。え？それあれだ、タイムマシン。タイムマシンよ。そうよ。のび太でドラえもんの。あれ枕元で。知らないよ。初めて見ちゃった。今日は美味しくハッピーセットを食べてドラえもんのおもちゃを見ていこう。イエーイ。早速食べていこうよ。はい、お腹ってどれぐらいでかいの。誰の、誰の、すっごいでかいの。さあ、それでは、うん、ハッピーセット食べていきます。よいしょっと。やいやー、美味しい匂いしかしない。今日はこの間サラダを食べたら、どうし大根もサラダデビューですよ。一緒ですよ。そうね。ということで、美味しくいただきますよ。手を合わせてください。はい。いただきます。いただきます。一番最初に自分のサラダを食べて。そうね。サラダはやっぱ美味しいよ。健康的だよ。健康的だぜ。グリグリしてほしい人言ってね。言ってね。ナイダイコンって吐く。うん？ナイダイコンって吐く。うん。はい、ね、今から食べていくんですけど、うん、はいはい、もうね、食べてる動画ばっかり、皆さんに見ていただいても、うん、ね、また食べてるんかっていう感じになってしまうので、うん、美味しくいただいてるよ。はい、で、このね、食べてる動画は、うん、もうね、飛ばしたいと思います。え、もうおもちゃね、紹介の動画まで飛ばしたいと思いますので、ね、ぜひ、ね、パパ、はい、なんで食べてるのに。食べてるところだって、皆さんだってあれでしょ、食べているところよりおもちゃの方を見たいかなと思うんで。本当ね。はい、それではね、もう今どし大根フリフリしてますけど、はい、もうこの後ね、おもちゃ、ドラえもんのね、ハッピーセットのおもちゃを紹介のところまで、飛ばしていきたいと思います。それではおもちゃへレッツラー、何おもちゃへレッツラーゴー。食べるので少々お待ちください。食べたよ。食べた食べた食べた。お腹ポンポン。お腹ポンポン。お腹ポンポン。ポンポンポン。負けたくない。ポン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 。いやいや、そうね、長くすればいいってもんじゃない。食べたところで、今から今日のハッピーシャッターに、そうそう、中身見ていきたいと思います。本日は何個あるかな。3個。1個。1個。2個。3個。え？4個。3個一緒かな。いや、違うね。じゃあ、今日は1人1個開けれるから、じゃんけんポンで勝った人が飛んでいこう。最初はグー、じゃんけんポン。最高です。全員グー。最初はグッチャケン、はい。ミラクルミラクル、グー全員グーで次全員チョキ。いやいや、もう分かってるやん。最初はグッチャケン、はい。なんで分かった。あの、なし大根は全員パーって、どうし大根は全員パーって踏んでチョキいったでしょ。俺はまた戻るかなと思ってた。最初はグー、じゃんけん、はい、はい、これだよ。やれよ、早く。最後はグー、じゃんけん、プンプン、プンプンプン。最後はグー、じゃんけん、はい。おー、もういい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 、早く。最初はグー、じゃんけん、はい。はい、この順番で開けていこう。はい、
じゃあママから。はい。いますよ。出したらそれは無理じゃないか。ママに頼んだら。ママまと。待ってね。いきます。何ですかそれは。タマさんは。じゃじゃん。お、これあれや。こちらドラえもんですね。あ、スゴロクだ。あ、それスゴロクなんや。ドラえもんのスゴロク。また、これは今日は秘密道具スゴロクだって。おー、なんか違うパターンなのね。はい、ちなみに皆さん、はい、秘密道具は何が好きですか。いっせーので、どこでもどう。あー、これはそうですね、今欲しいとしたらスモールライタータイムマシーン。ママ、あれ、あのナシが今日言ってたやつ、ヤシの実でパカッてやったらご飯が全部出てくる。あー、あ、グルメ。そう、なんかこのヤシの実があって、はい、あのうな丼が食べたいって言ってパカッて開けたら中うな丼やねん。あ、そうなんや。ラーメンが食べたいって言ってパカッて開けたらラーメンやねん。それなんか映画でやってるやつやね。そう、なんかラーメンのエキスみたいなのを身に入れて、そのなんか種をまいたら、そこから映画で出てきたんだけど、普通のやつでも出てくるよね。うん、あ、もう普通に出てくる時もあるし、映画に出てくる時もある。僕、いくでーす。はい、どっとどーん。何これ。何、秘密道具ビンゴだって。ビンゴ、ビンゴ。多分みんなにカードがあって、これを回してこのやつをこう揃えていくんだからね、はい、次誰。次、ドシちゃん。ドシちゃん、一緒にはならないでくれ。おー、どこでも。当ててみると、それ何、何なの、何書いてる。説明書きは、ちょっと待って、何書いてる。どこ、ドラえもん、ワクワクゲーム、どこでもドア、顔、絵合わせカードゲームです。絵合わせだ、また燃えるやつじゃない。じゃあパパ、パパ絶対どれかと被るよね、じゃあね、なんかいっぱい。うん、あ、これどこでもドアなのか。そういうことね。あー、どこでもドアだ。そう思ってたわ。どこでもドア。そう思ってたから俺これ。それさ、すごいママ考えてみた。これとこれと足したらすごいたくさんでできるってこと。できるってことだね。足してやってみるのも楽しいかも。足してやってもこの感じでも入るかわからんの。入れなくていいのよ。お片付けの時は2つに分ければいいじゃん。おー、こうやってやったら入り口と出口。いや、意味なくね。はい、はい、じゃあ一人ずつ何が当たったかみんなで発表していきます、はい、ママは秘密道具スゴロクが当たりました。僕はドラえもんワクワク秘密道具ビンゴが当たりました。僕はどこでもドアが当たりました。え、違うよ。エアセどこでもドア、どこでもドア、どこでもドア、エアセガードゲームが当たりました。マイコもそうです。パパ、どうしたんですか。なちゃんが説明してくれました。ほら、泣いてるよ。パパ言ってって。パパ言って。はい、どこでもドア、合わせカードゲームが当たりました。じゃん。今回もみんな3パターン全部当たりましたね。じゃん。はい、どこでもドアが何個あるの。どこでもドア2個あるからね、仲良くできるの。ということは、なしちゃんのところに置いといたら、ここになしちゃんが出てくるってことだ。で、で、開けてみて。じゃん。じゃあ、これどうやって開けるの。わからない。でん、なしちゃん出てきた。なしちゃん出てきたんちゃうか。はい、ね、入れてないよ。なしちゃん出てないか。見てる見てる方に。はい、はい、ということでですね、次の動画ではまたこのおもちゃを、ゲームをね、やりながら紹介していきたいと思います。はい、ということで今日はこの辺でバイバイ。